サッカー J3 FC 今治が丹精込めて育てたお米 FC 今治米を今日選手らが試食。伊予決戦に向けてエネルギーを充電しました。 FC 今治米は地域コミュニティの一環として今治市玉川町の耕作放棄地を FC 今治が借り受け、米作りに初挑戦したものです。米の種類は明治時代に食べられていた朝日という今では希少な銘柄で、先月末には選手も手伝って317キロを収穫。愛媛 FC との伊予決戦をあさってに控え、練習を終えた選手やスタッフおよそ60人が FC 今治米を豚汁と一緒に試食しました。うまいっす、最高っす。いやもう勝てそうっすね、これ食べたんで。多分勝てます。おいしいおいしい、おいしいおいしい。こうやってできてるんですね。こうやっていつも食べてるって考えると、なんか不思議な気持ちだ。とてもおいしいです。とてもおいしいです。ジョンキーセランテ。フィリップの仕事ありがとうございました。海苔と明太子を持参した桜内渚選手は、もう最高です。もうこの子見ないとね、サッカーで出したいですよね。選手らは伊予決戦に向けてのエネルギーを FC 今治米で充電。大一番に向けて気持ちを高めていました。